ゆうじ工場 YouTube 他突撃飯です。はい、今いるのがですね、はい、あの塩屋町、塩屋前の格闘家のね、手塚選手と、ね、もう3年ぐらい前にね、うん、そうそう鳥屋さんというラーメン屋さんすぐ近く行ったんですけど、そうそうそう、ここにもあるんですよ、美味しい店が。ちげんさんですけど、すごい綺麗なお店でね、すごい丁寧な作りで料理もね、うん、美味しかったんですよ。美味しいんでね、でご飯も美味しいんですけど、ここのねデザートも特にうまくて、うん、それもねぜひちょっと食べたいと思います。あ、そうそうそう、ね、それ次元だな。いいぞ、試してんじゃねえよ俺は。行ってみましょう、行ってみましょう、はい、角煮かカレーかで迷ってるの。一緒かな。いや俺これじゃない、俺これ行こう。ちょっと体喜ぶ小鉢御膳。俺はね角煮かカレーで迷ってるんですよ。あの結構旨味が強いカレーですね。あのお水使わないでお出汁の方でこう作っておりました。あ、じゃあ俺単品で角煮と唐揚げと、はい、カレーと結局ガッツリになってる小鉢御膳ってことですよね。そうだね、はい、あれところでデザートっていうのは、あ、そっか、俺牛乳豆腐のハーフ。あー牛乳豆腐、じゃあ俺シフォンに、シフォンのハーフで。どっちがいいですか、シフォンと牛乳豆腐。食べます。ハーフ、これ、あ、こっちでいいですか。あ、こっち、はい、じゃあ牛乳豆腐のハーフ3つと、はい、シフォンケーキのハーフ一つ。はい。江戸の食大図鑑。負けたくねえからちょっと本作。何読んでる？江戸の江戸か、またまた江戸の話ね。下野新聞、栃木。下野新聞。また江戸。あ、そっちは？散歩の話。東京散歩。これだからな。これがこいつの裏の顔ですよ。あ、来た。ハンピントの角煮と唐揚げです。やった。ありがとうございます。あー、美味しそう。柔らかそうだな。これが山椒塩。はい。こちら唐揚げ二度揚げでして、風味で山椒塩。塩つけて。ありがとうございます。じゃあ角煮ちょっとね、単品ながら。いただきます。うまっ。お肉しっかりしてて、味の味わいが抜群だね。そのバランス的なその味ね。確認いただきます。おいしい。うめっ。うまいね。ちょうどいいホロホロ感、うん、強すぎない味。噛み応えもちゃんと残しつつホロホロって溶けてるけど、プロの確認うまい。二度揚げのからまずこのままね。うまっ。うまい。なんだろうこの歯切れの良さ。もさついてねえよ。うまい。ちょっとこの山椒塩かけてみよう。うん。うん。うまい。山椒のいい風味。あ、来ました小鉢御膳。はい。美味しそう。小鉢御膳お待たせしました。はい、はい。天ぷらをお付けしました。単品で唐揚げ、頼んだからこっち、はい、野菜の天ぷらしてくれた。素晴らしい素材でね、健康的な料理。これで終わりです。よっしゃ。お待たせしました。またありがとうございます。こちらがあのお水使わないでお出汁だけで仕込んであります。隠し味にお味噌とイチゴ。イチゴ入ってるの？はい、実は地元産の栃木のいいっすね。ペースト状に、はい、ジャムにして入れて。栃木のコシヒカリ。いただきまーす。うめ。あ、優しいカレーでうめえなこれ。うまい。なんつうんだろう。野菜の甘みとかも多分すごい出てる感じのカレー。うん。うまい。ハーフからどうですか、出ました。
うん、美味しい。香りがいいですね、やっぱね。うん、大人になるとうどんとかうめえんだよな。俺の好きそうな唐揚げだな、これ。いただきます。うまっ。ふっくらしてる。うまいでしょ。うん、美味しい。うん、言わせていただきました。カレーうまいわ。うまい。うん、いいな、健康的だな、うん、このカレー健康的だな。野菜がうまい。朝昼ロケ弁食って、うん、弁当余ったから持ってってくださいよなんつって、あ、いいんすかつってもらって、ロケ弁も食いつつ晩飯食ってると、3食ロケ弁食ってなと思った時に、あんま長生きしねえんじゃないかなと思うんですよ。こういうご飯食べたらいいんだ、うん、そりゃそうだよ。卵うまっ。田舎風のバカ甘いやつじゃなくてそう言い方よくないけど、僕もそういう田舎バカにすんじゃねえよ、ね、田舎風のバカ、おめえ田舎もんとかな。上品な卵の味ですよ。僕もそういう、ごま豆腐もすんげえコシがある。めっちりしますよね、ぽい。なのでこう、もちもち、うん、もちみたい。そうですね、もちみたい。いや、惜しかった。完食です。ごちそうさまです。いい、幸せな健康になった感じですね。健康なね、うん、デザートも楽しみなんで、うん、ちょっと待ちましょうか。はい、カレーでるじゃん。いいですか。うん、もうこれ綺麗だぞ。もしあります、食べたらもちもちないって言われてましたね。もちもちたいって言ったら、そんなことしたわけ。もちもちたいって、うん、もちみたい。そうですね、もちみたい。もちがもちみたいって言ったじゃね。もちみたいな話した。もちみたいって。シフォンケーキお待たせしました。はい、お願いします。季節によってフルーツでは変わるんですけど、はい、今の時期は地元産のいちごを使って、今日はとちあいか。はい、すみません、お待たせしました。豆乳豆腐っていうのがありました。牛乳豆腐ですね。牛乳豆腐ですね、はい、すみません、勝手に豆に変えてました。これ不思議なんだよね。栃木県産の生乳を使っておりまして、はい、上に地元産の塩山地産のきな粉をかけて、上に黒蜜かけて和スイーツみたいな感じで、はい、柔らかそうだね。そりゃそうだよ。いただきます。おいしい。うん、ふわふわはもちろんなんだけど、こうチョコも入ってます。下に敷いてあって、はい、下に敷いてあって、相性いい。バナナとチョコ、そうだ、バナナの風味でうまい。おいしい、おいしい。うん、うん、うまい。これ見た目餅みたいでしょ。全然ね、くず餅のあるみたいな、ね、これ伸びがすごいな。ボロンって、これ味がね、不思議なうまさなんですよね。牛乳の餅食ってるみたいな、ほんと不思議、独特の舌触り、うまいんだこれが。うまい。餅みたい、今日ないね。うん、持ってみたい。うん、持ってみたい。持ってみたい。言うのかよ。シフォンケーキは何みたいですか。え、難しい、とても難しい。もう一口を食べる前にコーヒーを。あ、コーヒー、コーヒー、コーヒー、助かった。最後いただきます。いただきます。うん、うん、デザートまで最後味わって食べてほしいですね。美味しい、料理も美味しいし、デザートも美味しい。いや、美味しいね。渋谷に
これ食事に当てて来てもいいんじゃないですかね。いや、いいですよ、塩屋は、うん、道の駅もあるしね、本当に自然豊かな環境で来て美味しい食事だ。はい、ぜひ来てください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。有志工事のチャンネルの登録お願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくね。